いつのことやからどっかで隠れんぼしてるんちゃう。うん、確かに。それなら僕たちも隠れちゃおうよ。よし、じゃあ今日は私たちが隠れちゃおう。私も隠れないよ。まあ、気をつけて、気をつけながらね、隠れちゃうよ。わー、びっくりしただろ。あれ、誰もいない。あ、ママ、どこ行ったの。あ、ママ、あ、ママいないよ。どこ行ったんだろうな。ここだ。あ、あ、ママ見っけた。ママみたいな頭してる。なんかいっぱい野菜あるな。これで遊んじゃおうかな。あ、ほら、ときみお姉ちゃん、これあれ、ときみお。あ、そう、ママいないんだった。あ、だから、ママどこだろうな。わー、キッチンある。あ、そう、すごい、これいつもママがね、キッチンでやってんだ、これ。カチャカチャカチャ。あ、じゃあ、えいしょ。こうやってフライパンでカチャカチャして、こうやってわってね、火を入れて、じゃあこれ食べるよーって言うから、えいしょ、えいしょ、いただきます。あれ、怖い、なんかいる。あ、でもこれもしかして、まっくんご飯あるよ、食べる。食べる。お腹空いてた。寝てたの。お腹空いて寝るタイプのマー君なんだ。うん、じゃあマー君にこれあげるよ。あ、ありがとう。ってことはみんなもやっぱ隠れてるな。隠れてるね。あ、ママどこ。あ、ママどこ行ったんだろうな。あ、見っけ。ハード見っけた。あと、なんか知らない人いる。お兄だ。ママどこだろうな。ママ。疲れたな。よいしょ。なんかいる。頭真っ赤。うわっ、うわっ、なんかいた。これソラくんだ。ソラくん見っけ。おーい、見つけたか俺を。見つけたよ。他にも見つけられてる。うん、マーくんいた。あ、マーくんおったか。うん、頑張れよ。え、頑張って他も探、頑張って探せよ。ソラくんってこんな感じだったっけ。頑張って探せよ。かぶせとこ。いっぱいあるからな。いっぱいいたら怖い。あ、怖いな。じゃないよね、マー君とソラ君見つかってもママがいないんだよ。なんか面白そうな部屋あるよ。ハードどこだ。ここでした。わー、遊んでる場合じゃないんだよ。見つけなきゃ。ママ。え、ママ全然いないよ。トキメ姉ちゃんもいないよ。わー、おもちゃがいっぱいある。うわー、いや、よく言うよ。見つけてたやつやん。なんかすごい楽しそうなのある。あ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、でーん。すごい、すごくて今トニー落ちかけてた。あれ、トニーなんて友達いたっけな。まあいいや、滑り台。よいしょ、よいしょ。あ、ここから見つかるかな。ドキメレーター。あー、気配消してたの。あ、全然いないな。あ、見晴らし台だって。見晴らし台って何のことかよくわかんないけど、なんかいろいろ見えそう。ここから、よいしょ、よいしょ。ドキミお姉ちゃん、返事して。いないのかな。こんなままママもドキミお姉ちゃんも会えなかったら、あの、どうしよう。ああ、
ちゃうじゃん。ねえ、ドキュメレちゃんも隠れてたんだな。わあ、見つかっちゃった、あとママだけなんだ。じゃあママ探しに行こうよ。はい、行こう。うん、よっしゃ、これで寂しくないね。あれ、私にしか見えてないかな。あ、もしかしてだけど、ドキュメちゃんも見える。見える。なんかハードも見えるな。ハードちゃん、寂しかった。ママから怪しい人と話しちゃいけないって言われてるんで、ごめんなさい。いった、誰がよ。みんなはボールをお友達にぶつけちゃダメだよ。うん、ダメだよ。あ、ときめ姉ちゃん、ここですごいんだよ。え、大きな木があんの。ほんとだ、大きな木がある。大きな木ある、あっちにも大きな木が。あれ、でもあの木、なんかお手手入ってるよ。ほんとだ、さっきなかったのよ。しかもさっきここにね、うん、すごい面白いもじゃもじゃの木があったの。これもじゃもじゃの木だよ。うん、これじゃないやつがあったんだよ。なんか動いてる。なんだこれ。なんだろう。なんか聞こえた。ときめ姉ちゃん、そっちから引っ張ってみて。うん。よいしょ。よいしょ。あー、それじゃあ今回のママとかくれんぼ楽しかったなって思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。ポケルン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い、水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。ヒバニーだったのでメッソンを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。